きなのあれかな、徳川入れ墨師攻め地獄。あれおかしいですよね。おかしい、おかしい。主人公は途中で死んだと思ったら、うん、やっぱり入れ墨師が主人公だったみたいな。そう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 。で、あの恐怖奇形人間も、うん、あれなんか後半ぐらいに入って、なんか突然明智小五郎出てきて、ああそれこれあの江戸川乱歩さんがすごい、そうそうそう、江戸川乱歩超びっくりな感じ。でさ、田中くんち言ったっけ？はい。君は何が好きに教えてるの？私ブライ。僕の名前は田中龍斗。血液型は B 型で、1992年2月17日生まれの26歳です。上京して8年目になります。僕はもともと俳優を目指してたんですけど、最初は舞台、池袋のシアターグリーンとか、杉並区の明石スタジオとか、そういう小劇場ですが、舞台に立って数年、やっぱり映画の方がいいかなと思って、小さな事務所へ入りました。でもオーディションは月に1件か2件。しかもそれも落ちてばっかりで仕事には繋がんない。それで自主映画なら主役になれるかもと思って飛び込んだんですけど、結局そこでもきちんとセリフのある役は回ってこなくて。でも皆さんは映画とか詳しくても、エキストラとか早くばっかじゃないですか。いや、もうそれはそれ。これはこれ。あー、どうやったら主役になれるんですかね。それはあれじゃないの、自作自演とかしたいんじゃないの。そんなわけで僕は自作自演の映画を撮ることを決心した。かといって映画制作のノウハウなんて何も知らない。そこでこの前エキストラ出演した自主映画で助監督をやっていた広瀬くんとカメラマンをやっていた内田さんに声をかけた。声をかけたのは一緒にエキストラをやっていたこの道20年のベテラン俳優村田さんだ。シナリオ学校にも通っていたという余裕の長谷川さんに脚本を頼んだ。彼女はかつて臨港軍という名の知れた劇団に入っていたので、きっと舞台上がりの僕の気持ちを理解してくれる話を書いてくれるだろうと思っていた。彼女に出した注文はインパクトのあるもの。しかし彼女が書いてきたのは女性2人が主人公の同性愛ものだった。これじゃあ僕の出るシーンがない。慌てた僕は、なんとか出番を書いてもらった。で、忍にキスされたことで、忍にこうか、っていうか、うん、忍がなんか、に依存していけば、いいかもしれないです、ね。すごい優しかったでしょうね、うん、キスが。うん、オーディションを行った。もっと多く人が集まるかと思ってたけど、あんまり集まらなかった。よく考えたらそうだろう。聞いたこともない人間が映画を撮るって言っても、僕なら足踏みする。そんな中でも、何人かの人間が真摯に受け止めてくれて、二人の女優が決まった。彼女たちに絡むのは、もちろん僕だ。ヒロインに決まったのは、加藤恵里さんで、その相手役が黒沢里香。恵里と里香なので、合わせて恵里香というタイトルにしようかと考えて、みんなからは却下された。タイトルは、乾いた唇。キスができないという切なさを強調している。じゃあ、行きまーす。リハ行きまーす。よーい、スタート。加藤。全然見えない。鼻かさしか見えない。どうやっても見えない。こうだったらいける。首あたりとか。すぐ見える、うん。でもなんかまあ、もう気配で。普通にもう出てきますよね。うん、そこは、目あった方がいいですか？うん？あ、もしもし、警察ですか？不審な女性が子供たちを見てるんですけど。理想と現実のギャップはすごかった。俳優をやりながら監督をやるなんて、ちょっと無理かもしれない。僕は何度か心が折れそうになったけど、なんとか乗り切った。周りのみんなにはポジティブに映ったらしいけど、これでも十二分に苦しんでいた。完成予定が10分の短編だったということもあり、なんとか撮影は終わった。小説を書いたり、音楽を作ったりするのとは異なり、映画作りはお祭りだ。祭りの準備を十分にしないと、しょぼいものになってしまう。
その辺はこれまでやってきた小劇場での活動と似ているかもしれない。しかし、舞台と映画はみんなが言うように、やはり大きく異なっていることを痛感した。撮影した映像を編集のために後日見直すと、あまり動きのない平坦な映像が現れた。撮影現場で感じた空気感や高揚感は、そこにはなかった。つながるはずのカットがつながらない。僕自身の手足の動きがカットごとに異なっていて、うまくつながらないところもあった。内田さんに相談して、なんとか作品は仕上がった。でも、10分では収まらなかった。だけど、なんだか、みずみずしさが溢れているような気がする。きっと誰かが評価してくれるはず。そんな思いを込めて、僕は映画監督への登竜門と言われ、ピアフィルムフェスティバルへ応募した。僕は処女作の不甲斐なさを振り返りつつ、2作目に挑戦することにした。処女作はインパクトにこだわり、全然知らない同性愛をテーマにすることにした。いや、それよりまずは自分のことだろうというわけで、僕は自分自身のことを書くことにした。そう。自分でシナリオを書くのだ。実は映画作りの最中、僕は彼女に振られた。それを書くしかないと僕は思っていた。仕事を辞めずに俳優なんてやんなきゃ、私は多分もうちょっと楽にスーパーのレジ打ちでもしながら。郵便局で働いてました。でもやっぱ夢が諦められなくて。実際は今も結婚関係にはあるんですけれども、でも実は別の男性とも関係を持ってしまいました。なんで？なんで？離れてからなんか自分にとって大事な人なんだなって思って。はい、ありがとうございます。一回俺と加藤さんでやりますか。もう何？何？それ見に来た？ん？それ見に来た？いや、
今回、僕は出演しないことにした。より客観的に映画を作ってみたくなったのだ。現在起きている人間関係の話を自作の中に盛り込む決心をした。前作に引き続き、ヒロインを狙っている加藤さん。僕の中で存在が大きくなっている田中。田中のことをいろいろ嗅ぎ回っている庄司という。リアルな映画を作るために必要な役者は、果たして誰なのか。どうしたの？できないです。どうして？する必要がないからです。映画とかドラマとか物語には確かに嘘を言われているかもしれませんが、見てる人にとってはそれは真実なんですよ。だから役者も本気で、嘘の世界を実際に生きてみなければならない。だから本当にやってみてください。たかだか自主映画で。だって誰もやってないでしょ。たかだか自主映画だから、抜きんでたことを本気でやらなきゃいけない。無名の人間が世の中に出るときは、誰もやらないことをやらないなら、意味がない。あなたはただ臆病なだけです。あいつ。なんかの宗教か。ほら、加藤さんはその気ですよ。どうするんですか。なんだお前。監督、どうしますか。他にできる人は。その必要はない。監督は、この女に惑わされてる。この女の正体を知ってますか。この女は逃亡者だ。夫を殺した挙句、逃げてきた逃亡者だ。何言ってるんですか。あなたこそ何者なんですか。私は刑事です。庄司さん、あなたこそ彼女の旦那を死に追いやった情報人じゃないですか。いや、殺したからもしれない。全部聞きました。彼女は確かに旦那さんからひどい DV を受けていました。でもその原因は彼女の浮気にあった。それを知ったあなたは彼女の弱みにつけ込んで体の関係を迫った。ストーカーとかしたあなたは、ここからは僕のせいですけど、彼女の旦那さんを自殺に見せかけて殺した。勘違いしないでください。僕はあなたを告発しようなんて思ってません。あなたはそれほどまでに彼女に恋焦がれた。僕はその思いを映画にしたいんです。どうですか。その前、今回の映画でぶつけてみませんか。
私の兄は雅と不倫したことから雅の夫であるこの人に殺された。自殺に見せかけて。この人は刑事なんかじゃなかった。返してください。ああ私の兄を返してください。カツ兄を返してください。あんた関係ないだろ。ちょっと関係ないよ。何よ、私が一番。お前を取れ。は今から言うことを取れ。やめてくださいって。ダマジさん、どうする。何やってるんですかって。何のせい、何のせい。おじさん、何離せ。僕の作品はピアフィルムフェスティバルで落選した。まあ予想通りだけど、なんだか本当に悔しくて仕方がない。出てるっていうことなんで、ドラマとか映画とかも実際に起こってることだと思ってて、見覚えになることが映像では見れるなと思って、舞台だと完全に非日常な感じで見ますね。見ます。で、講師免許も取ったんですけど、まあ、それも表現の一部というか、そいつの顔がグーってアップできた時に、何が別に変わるってわけじゃないんだけど、その出歴とかがあったら気にならなくなるのかなと思いますし、にこう女性から蔑んだ目で見られる節があるんですよ。キャラクターがで勝負ですっていう人は、そういう役者ってちょっと